はい、プレイしていきたいと思います。サブナーティカというわけで、本日はあいつを倒しましょう。あいつをエンジンパワーリングアップ、エンジンパワーリングアップ、バッテリー 95% バッチリやね。バックします、バックします。ここで一回展開していける？よーし、展開してもう置いてく、持ってくのなんかあったっけ？充電器とか持ってく？持ってくか。ちょ、持ってこ、持てる、多分持てるでしょ。充電器のど材料ぐらい持ってこっか。あと発電機1台分ぐらい、あとはもうどうでもいいよね。あ、スキャナルームがあるわ、スキャナールームがあるわ。あ、そう、あとこれナイフで切ってみようよ。おお、これだよ種、ありがとう種、それだよ。もう一丁、ウホー、これだよ。コメントもらってたのに忘れてた。待って、あちあち言うてるわ。もう一回地熱発電って何で作るんだっけ。ちょっと材料チェックしてみて考えて、簡単そうだったらこっちしていこうか。地熱発電こっち見るよりもこれで見た方が早いわ。2番、5番がステージスライフの2番がビルダー、うん、これね、あ、エアロゲルか。持ってこうか、持ってこうか。あ、バッテリーしかも充電されてるし、ラッキー。解体する、持てたら持ってこ、持てるな、一持ってっか。じゃこれも持ってくか。出入り口は多分いいよね。スキャナールーム持ってく、5、6、7、あ、インメントいっぱいです。だってもういいや、これでどうせあとはあれでしょう、チタニウムだけでしょう、多分多分大切なものは取ってると思うので。あ、取ってねえかも。あ、大丈夫、エアロゲルある、じゃあ大丈夫なので。行きましょう。さてと、どうしよっかな。絶対大戦争なるからな。さあ、なんちゃらリヴァイアさんの妖怪を倒しましょう。見えた？上行った？違うよね。あ、いた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 。あいつでしょ、あいつ。あいつをぶっ倒さないといけないから、これ、今回。なんか武器ないのかな、他に。ステージスライフル以外に。違う違う違う、ナイフ以外に。まあ、ガス銃、ガス銃っていうか、なんていうの。ガスなんとかっていうのはあるけどさ。ガス弾みたいな。から当たんねえよな。怖え。ちょ待って、話聞いてない、それは話聞いてない、それはちょっと話聞いてない。ちょっとどうしよっか。実はあれ避けていけたりする。あ、来てる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 、待って待って待って、バリア一回張る。いらないいらないいらない、その代わりステーシスライフルをここに撃つ。ある意味バリア、ある意味バリア、残すバリア。ダメだな、お、待って、消えるな。
これはむしろあれはおとりにするしかないのか。お、当たるか。当たらない。お、来た。ダメだよ、バッテリーがどん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 減っていく。ちょっと待って、予備のバッテリー持ってこようもん。やばいわ、これはすごい勢いでバッテリー消費してる。チェンジして1個バッテリー予備で持ってこう。もうちょい前行くか。これおとりにするしかないか。うう、来てるんじゃん。あえてさ、音出してみる。よいしょ、音うるさいぞ。これで来るだろう。何も見えない。来ねえのかな。見えねえな。あ、来てる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 。もうちょい前行くか。ギリギリ安全地帯に直す可能性あるよね。前面しかカバーできてねえな。怖えな、それは。マジか。いや、倒したいだろ、やっぱりあれ。来るか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 、うん、来るのか。ではではでは、倒したいな。邪魔だわ、いつも邪魔なんだよ。しかし、もうちょっと下まで下げてみるか。よし、ちょっともうちょい下まで下げてみる。大丈夫だ、このまま行ってみる。もうちょい前の、もうちょい下。ちょ、食べ物食べ物。こういう戦闘中にこういうことが起きたら大変なことになるから、万全に行きましょう。よし、で、あいついなくなったけん、いつのことスルーできるな。スルーでもいいんだけどな。マジでいなくなったんだけど。いや、それはそれで怖い。中途半端なタイミングで来てさ、あ、来た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 。待って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 、なんでなんで順番がめちゃくちゃなってんの。来て来て来て、当たれ当たれ当たれ、当たらない。つけない位置。やべ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 、来てる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 。よし来た、よし来た。チャンスチャンスチャンス。嘘嘘嘘嘘嘘、マッキーは6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。一回これで言うと。嘘、すかした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 。やばい、止まった、止まっているのかな、これは。止まってると言っていいの。よし。うわ、あるしょい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 、やばい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 、あれがない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 、これ4番にこれがない。やばい、危ねえ。ナイフがない、ナイフが。違う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 、あ、いなくなってるじゃん。2番、何をどうしたらあれが入れ替わるんだよ。危ねえし。
しかかってこい。かかってくんな、かかってくんな。うぃー、危ねえ、怖え。おい、お前の角、角。うわ、よいよいよ。ばっか、びっくりしたじゃないか。角をちょん切って、これどこ狙えばいいんだっけ。前一回倒してるからどっか分かるはずなんだけど、でも難しいよね。小さくなってない？よし、来たー。完璧な捉え方か。これか、これだよ。これをしたかった方が。6789、待って、非常用電源を使用しています。どういうこと？ちょ待って、ちょ待って、まさかサイクロプス電源落ちかけてる。俺なんかサイクロプスやばい状態で電源放置した、やばいかな。よし、サイクロプス電源落ちた、もしかして。でも多分俺、あれやべえかも俺。あ、地下に、地下に1個、1個か2個バッテリー入れたよね。持ってきたもんね、2個。多分あれをセットしてないバッテリーがあると思うんで、それを使えばどうにかなるでしょう。よし、これで一回本当に落ちたのか確認したい。いや大丈夫だ、酸素あるっぽい。大丈夫だ、落ちてない。そしたらあれだな、向こう側のあれだと思う。さっき地熱発電を壊した場所、あれが当たんない、電源なくなって停止しましたよって言ってるだけかな。うっ、へい。この攻撃モーションみたいなの怖いんだけど、一歩下がる感じのやつ。よいしょ、どこまで切る。ここで一回延長戦2番。よし、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35。よし、やらかしたー。よっしゃー、捉えたー。怖っ。1、2、3、4、5、6、7、うえ、4、8、9、10、もう角度分かんない。あ、倒した。よし、ふう、倒したぜ。倒しても何も称号も何もねえかんな。一回バッテリーチェックしよう。 OK、 83%あるね。大丈夫だね。で、ここに入れたはずのやつを取っときましょう。2個入ってるはず。よし、よしよしよし。さあ行きましょう。これでこちらの安全が保証されたはずなので、これ次のやつが現れたら諦めよう。見てよこれ、ゴーストリーパー、ゴーストリーパーじゃねえ、なんだっけ、リヴァイアさん、リヴァイアさんの妖体。ここで安全して、安定、安全、安心して航行できる。なんだあれ。やっべえ、ちょっと。赤くなってきてるよ。ちょ待って。深さ的には大丈夫だね。やべえな。やべえな。よいよいよ、マグマだぜ、マグマ。これ大丈夫か？これなんかやべえ敵出てくるんじゃね？マジで言ってる。お、ワーパーがいるね。新種のワーパーじゃない？色、色大丈夫？俺が知ってる色？ちょ、深さチェック。1100。うわ、超熱そう。さて、新しい。
新しい素材がそこら辺に散らばっていると思いたいのだが、あれ怪しくね。とりあえずここで一回1000メーターだろ、こう落としても大丈夫だよ。よし、なのでこれでグラップリングアームを一回外して、ドリルアームとこれでいきましょう。逆が良かったかな。え、びっくりした。危ねえやん、ギリギリだったよマジで。これ大丈夫やなっつってね、耐える耐える耐える。ふぅ、これ入ってみたいけどな、やばそうだよねさすがに。ダイヤモンドか、リチウム、これ入ってみる、やばいかな、溶けるかなさすがに。あ、耐久57%って、やべ、耐久減ってた普通に。耐久見てなかったわ。これここで出たら俺やばいかな、熱いかな、大丈夫か。やば、耐久見てんかった、危ねえ、ぶっ壊すところだったマジで、マジでやべえじゃん、危ねえ。耐久絶対減ったよね今のでね、チェックしてないけどさ、それ以外でこんなに減る理由がないもん。よし、これでも減るかどうか。あ、減ってる、めっちゃ減ってるやん、金だって。うわ、取れてねえ、取れてねえ、転がってってるわ。待って、俺なんか見えた気がする、あそこに。あれ敵か、敵というか生物か、あそこになんかそれっぽいのが見える気がするんだ。行くか、金はもういいや、金はもういいや、格納、やばい、格納できる、よし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 、リペアできるかなここから。できなさそうだね、まあいいや、行きましょう。でこの正面の下、あれだよ、あれ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 、お、やっぱりこれじゃね、絶対これでしょ。ただ問題はワーパーがいることだな、絶対これでしょ、問題はワーパーがいることだな。ワーパーって期待してるもんな俺に、タイミング悪かったら嫌な予感になるから。ちょっとここで横に寄せとこう、ちょっと免許持ってないからどうすればいいかがわからない。これでいい、何の音、何の音、1200m ギリギリだな。よし、違う、俺が出てどうする、俺が出てどうする、プラウンスーツスネット、よし、一回念のため、うえ、どういったあいつ、倒さないといけねえな、あれは、あれ倒さねえといけねえな。ちょっと痛い、よし、捕まえたか、なんだこれ、なんだこれ、ラーバリザード、よしは反則だろワーパー、おい、くっそ
動けんのかよ、こん中で。ワープ発動できるのは反則だろ。いや、2匹いんな、ワープ。一体か？あいつだけかな。まあ、いっか。あ、いた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 。これ止まってるよね。止まってるけどワープはできるって感じか。よし、一回酸素補給して。ワープしてこいよ。ワープしてきませんね。死んだのか、2発で。もしかしてあれだ。待って待って、くる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 。どこ行った、あいつ。あっちか。あー、銃とかで撃てればいいのにな。2匹いるじゃねえか。もうダメだ、2匹いた時点でもうダメだ。1対1なら話は分かるけど、2匹いた時点でダメだ。これだ。耐熱性の高い結晶です。よしよし。あ、使い取れてない、取れてない、取れてない。は、取れてない。ちょ待って、ストレージ1回チェックしよう。入るよね、まだね。来るなよ来るなよ。よし、2個取った。取れてない取れてない。あ、出ないことがあるのかな。レアレア鉱石みたいな感じ。なんだっけ、名前一回教えてもらったのにもう忘れちゃったよな。くれない、まだ出てない。くれないじゃないんだよ、これ。なんだっけ。うわ、また出てねえし。あ、一個出た。お、出た出た出た。オッケー、二個。よし、絶対。多分、サイクロプスとプラウンスーツを強化するのには十分な量が出たと思う。直近もね、加工してから。よし、いいんじゃない？よしよしよし、いいね。うう、赤いね。待って、どうしよう。俺こっちが先な気がするな。熱発電モジュール、どれだっけ。これ、違う、これだ。4個必要だって。ポリアリン2、これ4つ。どうしよう、何個手に入った。 1,2,3,4,5,6 個手に入った。うーん、迷うところだね。これはもうちょい先だね。プラウンスーツを強化しないと始まんないから、プラウンスーツと両方やりましょう。プラウンスーツやらないと。あ、これ足りねえな。3,6 個じゃないもんな。1,2,3,4,5,6。あ、6個。1,2,3。あ、6個あるわ。これギリギリ足りるかも。3個の
3個で当たれる、よかった。とりあえずサイクロプスを強化しましょうか。マーク2ってどこにあるんだっけ、ここだっけ。マーク1なんでマーク2にしないと。まずプラスチールのニッケル鋼かける3。ニッケルなくね、ニッケルかけ3ある、あるかな、いっぱいあるわ。ニッケル大丈夫だ。でリチウムがプラスチールだっけ。ってことはプラスチール余ってない、一回こっちしまおう。うん、チタニウム足りないかも、まさかの。しまった、チタニウム足んねえかも。いや足りないことはないかな。456789、もう一個なんかとチェンジしよう。リチウムと一回チェンジする。足りないことはないけど、ギリギリでもう使い果たすかもしんねえな。プラスチール先に加工するか。多分チタニウムインゴットまだあると思うんで、どっかにそいつを使おう。これ使おうと、あとニッケルだっけ、確か確かニッケルだと思う。違う、ニッケル、リチウム、よし。と3つ、これでいい？待って、2回使うじゃん。マジか。ニッケル3つ。1200。いや、いくつだったか覚えてねえよな。確か900なんだよな、1個目。もういいや。これ作ろう。これ作って、順番にかましていこう。リチウムギリギリだな。違う。これで、振動モジュール、マーク3。よし、きた。いくつまで潜れるかだな。こっちか。マーク3。1700m まで来ましたね。よし、 1700m まで来ました。これで安心して作業ができるね、サイクロプスに関しては。1300なんで今耐えるのが、ここの先行って穴っていうか、なんていうの、さっきの鉱石見つけても壊せないんで、やっぱこれが一番重要ですね。あ、チタニウムでいいんだ。チタニウムの5のリチウム、いいね、安いね、ありがたい。チタニウム5のリチウム2。チタニウム、チタニウムがねえな。さっきのところでチタニウムいっぱいあったのにね、持ってくればよかったな。これぐらい ?1、2、3、4、5の2。鉛だわこれ。やべ、リチウム、やべ、リチウムがないかも。マジで一部ねえやつ。今の名前でしょ、あったり一部で。これで、これの中にいるときは外してもさすがに大丈夫だよな。ぶっ壊れたりしねえよな。あ、乗り物の圧力が超えましたって書いてあるだけであって、多分出せないだけだよね。これで
プランスーツが1700まで耐えれるようになりましたと。よし、 OK ですね。グラップリングアームでもいいかな。もうやっぱりチタニウムゴットは一回撤退させておいて、撤退とかしまっといて、どうしよっかな。充電は 57% か。充電しちゃいっちゃ充電したいけどな。まあでもまだバックアップの電源はあるんで、俺の手元に2個あるし、さらに言えば、まあ充電施設、あ、作れねえかも。チタニウム不足で作れねえかも。そっか、やばいかな、やばいかな。そうしたらこれの材料だけでもちょっと確保しとこっか。他の材料、ポリアニリンと配線キット。ポリアニリンが2個あればいい。配線キットはもう絶対余裕でできる。ポリアニリンがなんか段階踏むやつだっけ、ベンゼンの方だっけ、段階踏むの。ポリアニリンが段階踏むやつだ。塩酸と金、ディープシュルームと塩、大丈夫、塩あるから、ちょくちょく持ち帰ってきてたから。よいしょ、金もあったね。今塩酸、もう一丁塩酸、マッシュルームかケーキ、これでいいね。多分どっかに材料あったと思うんだけど、材料というか完成品があった気がするけど、突っ込んでおきましょう、こっちに。よし、じゃあ今回これで終わりにしましょうか。で次回、この先に進みまして、もう1700まで潜れるようになった。作中って書いてある。感染検知、なんだこれは。画面についてるけど大丈夫か。吸い取ることができます。高圧引力を発生させる能力あります。十分に強く引っ張れば引き剥がせますって。大丈夫かな。種類のエネルギーに引き寄せられますって。お、電池を節約するために取り除きましょうって書いてある。やべえやつや。俺プロパルションキャノンで吹っ飛ばそう。電源取んのかあいつ、やべえじゃん。うーわ、いっぱいついとる。やべえ、これはやべえ。これナイフで切れる。やべえやん、それめんどくせえ。超めんどくさいやつやん、それなんだよ。どうした、これ全部倒したかな。やっべー、電力パクられてたんか今の。厳しい。 49% 待て、お前ら俺の船に着くな。ついてんじゃん、もう。よっしゃ、払えた。逃げよ。あ、あった。じゃあ次回あれ回収して充電装置を作りましょう。
いや、むしろ今回作ろう。いや、次回で。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回充電装置を作って、この変なのがついても大丈夫なようにしましょう。というわけで静止化でした。